皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは、パターグリップの持ち方について説明をしていきます。このパターグリップの持ち方ですね、正しい形で持っていただくと、ストレートにこのヘッドを動かすってことが非常に簡単になってきます。どのように握っていくかと言いますと、この親指側からまずは握っていきます。左手の親指側からしっかりとこの平らな面がパターンはあると思うんですが、ここをしっかりとあてがって握っていきます。このようにすると手のひらでしっかりと握られています。指で握るのではなくて手のひらでこのパターンは握るようにしてください。普通のスイングは、ショットはですね、指で握っていくんですが、パターの場合は手のひらで握っていく感覚を作ってください。そうするとこの小指側にですね、少し隙間が生まれます。ショットに関してのグリップはこれは NG なグリップになるんですが、パターはこれが、ストレートに動かしやすいグリップになります。このグリップを作ったらアドレスでここの左手の甲とこのシャフトラインが平行になるように意識をして構えていきます。このような形です。なので左の肘からシャフトラインはほぼまっすぐになっているのが正しい形になります。この形を意識しながら崩さないようにこのように構えていただいて、ストロークをするとスクエアなストレート軌道が簡単に作ることができます。この動きですね、グリップ、一つポイントを押さえることでまっすぐ動かしやすい形になっています。ぜひ一度皆さんパターグリップ、小指側に隙間を空けることを意識して握ってみてください。アドレスは左手の甲とグリップのライン、そしてこの左の肘からこのシャフトラインがほぼ一直線になっている形を作るということを心がけて、アドレスを作ってみてください。これをすることでカップインの確率非常に高くなってきます。ぜひ一度皆さん試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。